十番ホールにやってまいりました。ここは通常は十八番です。フェアウェイは左から右に流れています。フェアウェイは左半分がベストポジです。ナイスショット。長いパー4。本来は18番セカンド地点にやってまいりました。目の前に見えますでしょうか、ハザード。ハザードを越えて狙っていかなくてはいけません。残りは約160、70でしょうか、風はフォローです。オーバーしてしまうと大きなバンカーが2つ口を開けて待っております。私もプレイしましたが、このホールがインディアンウェルズバフリゾートの中で一番難しいホールだと思います。ちょっと左距離は足りているか、かなり左に行ってしまいました。10番グリーン上に来ています。思ったより左にそれておらず、約10メートルのバーディーパットとなりますが、このボールのグリーンは2段グリーンになっており、ピンは上の段から下の段に変わった1メートル先ぐらいなので、タッチが非常に難しいパットになります。スライスラインかと思います。さあ、ユリカ選手、これからバーディーパットです。なんとかタッチを合わせて2パットに収めたいところです。じゃあどうか、転がって転がるか、ちょっと弱いか、近づいてる近づいてる、外してボギーとしてしまいました。ワンオーバー。10番から11番、非常に遠い距離になっております。多分バーディーパットでしょう。ゴーゴーイン。ラインも読み切れないし、タッチも良くなかったですね。昨日とはまた違う展開になっております。12番ホールです。バズりも筋っていますが、距離はナイスショットっぽい。ピンの周りでボールが跳ねていました。ユリカ選手、約3メートルのバーディーパット、これを決めてイーブンに戻し、残りでダッシュをかけたいところです。打てない。3、4メートルのパット、タッチが合っていません。短いと入らない、超えなければ入らない、かなり苦しいラウンドになっております。グッシャー。ユリカ選手飛ばしております。残りは80ヤードぐらいでしょうか。ここはなんとかバーディーを取ってイーブンに戻したいところです。どうか、ピン左、約ワンピンでしょうか。もう少し
寄せたいところでした。グリーン上に来てます。今左側に見えるボールの約50センチ前にユリカ選手のマーカーがうっすらと見れますので、今日非常に調子のいい彼女がラインを教えてくれるので、ぜひここはバーディーを取っていきたいところです。入れ。また舐めた。またかすりました。今日はかすったパットが4つか5つぐらいあったでしょうか。ここも残念、パーになってしまいました。今日はパットが決まりません。フェードがかかってフェアウェイ左にナイスショットです。14番は女子には距離が長い409ヤードになっています。さあ約160ヤードから165ヤード、5番アイアンでしょうか。んピン左ちょっとショートです。かなりのアゲインストの風が急に吹いてきました。14番グリーンに来ています。ユリカ選手左に外してしまいましたですが、残り10ヤードでしょうか。そんなに難易度の高いアプローチではありません。というかぜひ狙って入れてほしい距離です。これはちょっと痛いミスでした。入れ。ここは残念ボギーになってしまいました。15番ホール、これも長い397ヤード、難しいホールです。右ドッグ、正面に見えるバンカーはフェアウェイの左ですので、バンカーの右エッジが狙い目です。ナイスショットです。よいしょ。ダイナ選手会心のティーショットでした。残りは130程度か。フェードがかからないオンですが、10メートル弱あるでしょうか。おナイスパーでした。このホールは左ドッグ、池を回り込んでいくようなホールです。ドライバー取りすぎると右ハザードがあるのでスリーウッドです。ナイスショー。残り140から50ぐらいでアゲンストです。右にちょっと外してしまいました。さあアップアンダウンになるか。
よいしょ。約70センチ、大丈夫でしょう。ナイスパーでした。フェアウェイど真ん中、ナイスショットです。17番パー5です。グリーンの手前100ヤード以内にバンカーが5つあり、ここはレイアップホールとなっています。200ヤード強のレイアップというところでしょうか。フェアウェイ左、レイアップ成功です。ゆりか選手、レイアップではなく3番ウッドを持っており、2オン狙いでした。グリーンに乗っているボールはゆりか選手のボールではなく、この左のバンカー、深いバンカーに入ってしまいました。ちょっと大きい、約2メートル50センチ、バーディーパットです。2メートル50、決めることができるか。今日は5回ぐらいカップ舐めて入ってません。決まりません。苦しい一日になっております。おー、危ねえ。最終18番、182ヤード、3です。本来は8番です。アプローチショットです。ちょっと弱かったが1メートル残ってしまいました。見事に沈めてパーでした。お疲れ様でした。今日は2アンダー。はい。トータル6アンダー。トータル6アンダー。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。1年間回った経験と反省と来年の抱負をお願いします。はい。まあ本当に初めてのツアー生活だったんですけれども、まあすごくこう、一打の重みを感じることができた1年だったとすごく思います。自分の
まあ、周りすごい高いレベルの中で自分に足りない部分であったり、逆に自分が自信を持って戦っていける部分であったりっていうのをすごく学ぶことができた、すごくいい経験になった1年だと思います。来年の抱負としてはもう自分の中では2年以内に LPGA に行きたいという思いがあるので、まあ、来年しっかり、まあ、まだこれから QT 再2時に受ける予定なんですけど、まあ、本当に2年以内に LPGA に行けるように頑張ります。毎試合2打、はい、ミリオネアまで3打頑張ってください。ありがとうございます。本当に1年間お疲れ様でした。ありがとうございました。また来年もあのリンガフで取材しますのでよろしくお願いします。というか、はい、今日朝ボランティアと話したんだけど、インディアンウェルズゴルフリゾートは3年契約みたい。あ、じゃあ後で来年はもう一つのコースでやるっていうふうに言ってたけど、これはコンファームした情報じゃないんだけど、なんかそうみたいです。あ、本当ですか。ということなんで、はい、また来年も、ま、来年もって言わずに、そうだよね、2次通ってファイナル通ればいけちゃうんだから、はい、まだこれからあるのか分かんないんですけど、はい、ということで頑張ってください、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。また来月も頑張って、はい。